はい、では、4番手ですね、ピアノ作曲指示川瀬博さんです。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。さて、何かリクエストありますか。出ました、リクエスト。そう、リクエスト、今日初めていらしてクリさん、どうでしたか。何でも出ます、川瀬さんも。ほぼ何でも出ます。とりあえず、ちょっと古い曲入れますね。古い曲です、はい、聞こえました。NHK 少年ドラマシリーズから、新田次郎の原作つぶやき夜の日。いや、すごい好き。やだもう。知ってる方いらっしゃった。さすが、石川せりさんの歌なんですが、いや、一番好き。こういう意味の曲です。
特に何かリクエストなければありますので、まあ、その時代もうちょっと後ですけどね、NHK ですけどやっぱり山田太一さんの土曜ドラマの第1号、男たちの旅路っていうのがあるんですが、そこからちょっとメドレーになりますかね。あ、お菓子があるか。でも見てた人いなかったらやめます。何も知らないかもしれない。でもさ、それから、川瀬さんがやってから、うん、YouTube とかで見ようっていうのがあるよね。実はこんなのがあったのね。あ、こういういい曲だなとかさ、うん、そういう。根津甚八さん知ってます？あ、知ってる知ってる。あれ、死んじゃった？そう。死んじゃったよね。いや、その自殺したんだっけ？根津甚八って、病気だっけ？いや、今生きてないよね。今はね。生きてないよね。そのツイート演奏も私、ここの動画にありましたけどね。そう、確か死んだよね。うん、死んだ瞬間も十分だし、その…でもいいか、歌詞動いてるな。はい、だけど…いっちゃいます。
全部ミッキー吉野さんが作った五大号がね出てくる。あこの人。そうでかい。ねえねえでかい人ね。まあサントラ版かいろんな曲で男たちのためにメドレーでした。ありがとうございました。素敵な曲のメドレーがいっぱい聴けるって感じですね。ちょっと聴いて気持ちよかったです。ありがとうございました。今日は美術さんでした。ありがとうございます。